こんにちは、かけめるです。今日はですね、和歌山のボディショップジェネリックスさんの新しい仕事カスタムですね、ご紹介したいと思いますんで、よかったら見てください。今回のボディショップジェネリックスさんの仕事は、インプレッサー GVB、NBR チャレンジパッケージなんですけれども、フロントバンパー穴開け加工をしてもらったということです。これナンバー映っても大丈夫？ナンバー隠す？隠す、あ、隠す、了解、はい、じゃじゃーん、フロントバンパー穴開け加工ですね。このダクト自体はランサーエボリューションのエボ7の、ダクトなんですけれども、これを、ボディショップジェネリックスさんの方で、バンパーをカットして、でエアインテークを作ってもらったカスタムです。これで、オイルクーラーの方にも風が当たるし、ラジエーターの方にも効率よく風が当たるという加工なんですけれども、このこれが味噌なんですよね。こうシュッとなってるところが、これがこう低速でもその風が強く当たるっていう工夫になってて、これをつけることによって冷却性能が上がるということです。斜め横からのクオリティなんですけれども、こんな感じで、まあまあありですよね。冷却効率考えたら全然ありかなみたいな。めっちゃ風当たる。オイルクーラーつけてなくてもラジエーターの冷却効率だいぶ上がると思うんですけど、ジェネリックさんの加工料金の方なんですけれども、びっくりするぐらい安いです。で、あのダクトの方は、9250円、本体ですね。で、加工料金と取り付け料金含めて、ほんまにびっくりするぐらい安いので、一回ボディショップジェネリックさんの方に問い合わせしてみてください。それではまたなんですが、失礼させていただきたいと思います。